社畜力を養うために各社の巡礼に来たぞ。よろしく。自社でも動物働かせてんのかよ。抵抗ペンギン。47都道府県あるある。愛知あるある。あんこと間違えてつけて味噌かけて味噌を塗ってしまいました。間違いようがなくない。青森あるある。お土産のリンゴをくれてやる。はっ、全然かじれないんだけど。リンゴ丸かじりするやつなんてほとんどいないぞ。秋田あるある。某企画社員が事故に遭い病院に搬送されました。今日も安否確認助かるな。石川あるある。金沢県に初めて来ました。金沢県じゃない。茨城あるある。干し芋買ってきました。干し芋好きすぎない。岩手あるある。誰がユニバ行って30分で戻ってこい。これぞ無茶ぶりの鏡だな。俺も見習わねば。ユニバはスーパーだぞ。愛媛あるある。甘いみかんはこれ。なんで甘いのばっかり当てられるの。大分あるある。くんくん、お前も家に温泉があるのか。俺は天然の香りだ。大阪あるある。お前、有給って知ってる。もちろんだ。知らんけど。岡山あるある。まだ終わってないのか。早押しね。言葉だけ聞くと危ない。沖縄あるある。お前らちゃんと仕事しろ。お前もしろかな。ほ、香川あるある。なんだ、トイレの水流しっぱにしたろ。今日使える水がなくなったじゃないか。鹿児島あるある。今日は前割り焼酎を持ってきました。気が利くじゃないか。会社に酒持ってくんな。神奈川あるある。横浜に着かないな。横浜線って書いてあるのに変ですね。岐阜あるある。岐阜の府ってどう書くんだっけ。お前ら本当に県民。京都あるある。我が社は京都府京都市東山区三条通り南裏二筋目。スマホに地図送ってくれ。熊本あるある。会社に行く電車がないんですが。電車と言ったら路面電車だろうが。群馬あるある。桐生市で待ち合わせて行ったのに遅いぞ。待ち合わせは右じゃなくて左の桐生市だ。は？高知あるある。おやすみ。何寝ようとしてんだ。高知では仕事上がりのお疲れ様をおやすみなさいって言うんですよ。だとしても定時前に帰ろうとしてない。埼玉あるある。埼玉は本当ダサい玉で困っちゃうな。パッとしないですし本当ダサい玉ですね。うん、武蔵野線で引っ越すぞ。佐賀あるある。このポスター何。県公式で出してるキャッチコピー。滋賀あるある。滋賀、滋賀。静岡あるある。支社に戻るのめんどくさくなってきた。そうだ、静岡上司、迷って戻れなくなりました。富士山はどっちに見える。右ならそのまままっすぐ行けば帰れる。富士山爆破したら帰らなくて済むかな。島根あるある。島根って砂丘があるとこ。それ隣。千葉あるある。次の取引先は千葉くんの股間あたりだ。その例え方やめろ。東京あるある。東京に来るとこの能力身につきますよね。あいだあいだ。なぜパンダさんは身につかないんでしょう。ずんぐりむっくりだからな。徳島あるある。なんでバス止まんないの。徳島ではアピールしないとスルーされるぞ。見てろパンダ。栃木あるある。歓迎会としてバーベキューを用意したぞ。ここはいい支社だな。天気もいいしバーベキュー日和。雨なので中止。社内に戻って仕事だ。ここは悪い支社だな。鳥取あるある。鳥取って砂漠があるとこだっけ。違う。富山あるある。
気分がいいから俺が抱いてやろう。おえ。長崎あるある。長崎上司が亡くなってもう5年か。墓前で騒ぐとは不謹慎だぞ。長崎は先祖の墓前で宴会をするんだ。墓に落書きしてるのも風習か。それは個人的な恨み。長野あるある。長野県民は虫を食べるんだろ。今の若い人は食わないぞ。じゃああれは。あれは有金を全部ギャンブルで溶かしたから。奈良あるある。奈良には死者がないから我々で建てるぞ。なんか遺跡出てきたんだが。新潟あるある。今日いい天気だね。曇りだが。これはいい天気なんです。必死か。兵庫あるある。体操大会に開け。いやー岡山筋肉。広島あるある。ガラもうビッてくれ。いい。何があったんだ。パンダさんがお好み焼きを広島焼きって言ったんですよ。そこまで怒る。福井あるある。おい、あれが来たぞ。全員スマホ準備だ。はい。この真剣な表情、一体何が始まるんだ。カニ解禁日を SNS で拡散しろ。福岡あるある。全員起立。いやいや、流行ってんの。福島あるある。お腹空いたし自販機やろっか。普通にコンビニで買えば。福島すげえ。北海道あるある。エゲン、パンダを投げといてくれ。無理だろ。北海道では捨てることを投げるって言うんです。ならできるな。いろいろおかしくない。三重あるある。刺さって会だ、準備しようけ。刺さって3日後って意味です。それ分からなかったふりして会議すっぽかそうよ。パンダ、ナイスアイディア。宮城あるある。まだ仙台のホテルか。飛行機があと1時間で出るぞ。仙台空港なんだから間に合うでしょ。仙台空港は名取市だぞ。え。宮崎あるある。テレビ反対にしてもらえます。これでいい。おら、ふざけてんのか。山形あるある。で、え、何もですか。山口あるある。社食でフグが出るとはな。山口では給食に出るくらいポピュラーなんですよ。だからうちの上司はよくフグ毒盛られます。何それ怖い。山梨あるある。列車が鹿と接触したため運転を。鹿との衝突は山梨だとあるあるですね。列車がパンダと接触したため運転を。これはこれもあるあるですね。会社に行くのが嫌で遅延させようとしてます。和歌山あるある。和歌山にもパンダがいるんですよ。うちのパンダと取り替えてもいいか。服を置いていこうとしないでよ。お前ら今回の巡礼はちゃんと勉強になったか。日本のどこに行っても逃げ場がないって勉強になった。みんなの地元あるあるをぜひコメント欄で教えてね。仕事が終わらない。明日が見えない。今日は帰ったらテレビ見ながら晩酌して、来月はハワイ旅行に行こうっと。この差は一体なんだ。次回2050年の日本はどうなるのか。30年後の僕はアラブの石油王になってる計算だよ。どんな公式を使ったらそうなるんだ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの。俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。